レイのことか。レイさんです。今まで周りにああいった方はいなくて、ちょっと気になったんです。見ての通り学校の後輩、昔から懐かれてるんだよな。学校ですか。今まで通う機会もありませんでしたから、よく知らないんです。私も行ってみたかったですね。行けるさ。え？そのうち行けばいいじゃん。俺でよければ一緒に行ってやるよ。よろしいのですか？うん、この風直したらな。すまねえ、待たせたな。どうでしたか？お医者様は何と？ああ、なんか夏バテじゃないかって。点滴打ったら嘘みたいに熱も引いちまって。あなたも人騒がせですね。ありあり、心配かけちまったな。こう、どうしたの？お見舞いじゃないみたいね。珍しく昔みたいに熱でも出たのかしら。うん、そうなんだよ。月子こそ大丈夫なのかよ。こんなとこフラフラしてていいのか？今日はすごく気分がいいの。今はこうの方が病人みたいよ。大丈夫なの？あの、光太郎さん、こちらの方はどなたでしょうか？あ、ごめんなさい、自己紹介が遅れたわね。私は城島月子、光太郎のお姉さんよ。違うって、妹だよ。い、も、う、と。もう、こうは黙っててよ。あなたは？こうに付き添ってくれたのかしら。ダメな弟でごめんね。結城さよと申します。光太郎さんにはいつもお世話になっております。あ、あのさよさん、こうから話は聞いてるわ。こんな弟だけど仲良くしてあげてね。まあ、だから月子、俺の方が年上だって言ってるだろ。もう凍ったらそればっかり。ところで、あのってどういうことでしょうか？私のことをどう話しているんです？あのね、凍ったら。そうだ、学園祭のチケットを2枚もらったんだよな。どうだ、一緒に行かないか？学園祭か、楽しそうね。学園祭とは楽しいものなんですか？楽しいけど、なんでだよ。何を祀る神事なのですか？ありゃ、もしかして勘違いさせたかな。いや、そういう難しいんじゃなくて、みんなでパーッと一日学校使って騒ぐんだよ。はあ。こうってば、さよさんはちゃんとした巫女さんなんでしょ？その説明じゃかえってわからないわよ。神事としての祭りじゃなくて、それに伴う神楽や宴会が独立したものも俗説的にお祭りっていうの。このみんなで集まって遊んだり騒いだりする方のお祭りの一種に学園祭があるの。よくはわからないのですが、それは巫女である私が言っても問題のないものなのでしょうか？大丈夫だと思うわよ、私は。学園祭じゃみんな趣向を凝らして出し物とかやるんだ。お化け屋敷とかアイスキャンディー屋とか、体育館で劇やったりさ。それは楽しそうですね。
さよさんと行ってきたらどう？え、いえ、私は別に。楽しそうだとは思いますけど。どっちにしろ誰か誘おうと思ってたんだ。月子が外出できるなら一緒に行くか。いい加減姉離れしなきゃダメよ。いえ、せっかくですから兄弟水入らずで行ってきてはいかがでしょう。だってさよさん楽しそうにこうの話聞いてたから興味はあるんでしょ。さよたんには悪いけどさ、今回は月子と行くことにするよ。こいつと出かけられるなんて年に一回あるかないかなんだ。そうですね、私もその方がいいと思います。本当にいいの？さよさんだって行きたいんじゃないの？私は別に構わないから。いえ、そんな聞いたことのない祭事でしたので、そこに興味があっただけですから。どうぞお二人で楽しんできてください。さよたんもああ言ってくれてることだし、久々に出かけるのもいいんじゃないか。気分も変わると思うぜ。さよさんとこうがそこまで言ってくれるなら行こうかな。せっかく買った新しい服着れなくて残念だったんだ。それならなおのことゆっくり町や学校を歩いてきてください。後でたくさんお話を聞きたいです。悪いな、セウタン、この埋め合わせは必ずするからさ。はい。久我さん、久我幸太郎さん、お薬ができました。受付においでください。と、そろそろ行かねえとな。じゃあ月子、またな。さよたん、ちょっと行ってくるよ。行ってらっしゃい、こう。行ってらっしゃいませ、幸太郎さん。よ、どうだい？いろいろと分かりました。困った状況です。さて、悪い話でも聞こうか。はい、剣の城さんとミュンヒさん、それと新年長の資料で事態を絞り込めました。まず一連の噂です。これが変化してきてます。変化？七夕の夜か。はい、話はそうこうするとこうです。過去の暗い記憶が七夕の夜、暗黒の月を昇らせる。過去の暗い記憶に殺された人たち、過去の暗い記憶を恐れる人の気持ち、それが暗黒の月を昇らせると。だがキムさんや、どうして七夕なんだ？前の事件の時は時間指定なんてなかったの？そこは私も死ね長も悩みました。結論として今回の陰謀、その目的地帯の違いです。高雪や明星ちゃんが言ってた喧嘩、おそらく今回の目的のためには以前と同じあり方ではダメなんです。いえ、もしかしたら彼らのやり方では十分な丈の魔術が達成できないのかもしれません。
だから彼らは人の力、噂だけでなく時間の力、精神のそれも借りようとしてる。これが私と心霊長の推論でした。精神、なるほど。それで七夕なわけだ。そうです。さらに地帯は複雑になっています。おかしい部分があるんです。どういうことだ。人の心の闇、過去の記憶、思い込み、記憶は噂や無意識さえ、中国の陰陽思想では陰の領域と考えます。そして陰と陽はそれぞれ露呈します。陰極まれば陽生じ、陽を極まれば陰生ず。これが基本です。今は夏、陽です。流血や忘却、これも陽に属します。この地形、一見すると陰が大量に絡んでいるようですが、実は陽の陰子の方が多いくらいです。さらに陽数である7が重なる7月7日、この日は陽の陰子が最も重なり、莫大な陰を発生させることができます。推理としては分からんでもね。しかしそれのどこがおかしいんだ。最初あまりにも大きな穴なのですっかり見落としていたのです。今の7月7日は新暦と呼ばれる太陽暦での暦計算になります。新暦となってますから、七夕と呼ばれた本来の七夕とは実は日数が異なるのです。精神の力の計算は本来は旧暦で行うもの。そして旧暦の7月7日は8月になってから計算にズレが生じるのです。なんだと。たくさんの人が七夕は新暦での7月7日と認識しています。そうなると噂は当然ですが、新暦7月7日が対象日となるわけです。ほとんどの人は七夕を旧暦日では考えませんか。つまり噂の力に精神の力を乗せ、強大な魔術を行使しようとしても、今の新暦7月7日では不十分なのです。キムさんや、もったいつけなさんな。あんたらしくもない。探偵さんに話すんです。私も自分の推理にもったいくらいつけます。芸能庄さんは23夜行というのを知ってますか。いや、知らないが。なんだいそれは。月待ちのお祭りです。秋にお月見の習慣があるでしょう。あれと同じに月の出を待ってお祝いをします。もともとは女性たちの祭りで、出産の時に助け合ったりするため、信仰を深めるのが目的だったようです。これが変化して月の神を祭り、月の力を取り込む祭りに変化していきました。伝説ではこの23夜行の日、月は葛天子または月読の御事という神になって、祭りを行う人たちに恵みを施して回るそうです。
23夜行はその名の通り、23夜の月の夜、半月の日に行われます。1月、5月、9月、11月が盛んです。キムさんや、で、そいつはどうこの件に絡むんだ？今年の7月7日は、旧暦の5月23日。23夜行でも、特に重要視される日です。おまけに、節気はこの日、小暑、新しい木に入ります。それは、もしかして、孝太郎が新しい神だってのと絡めてあるってことか？はい、多分間違いありません。加えてセプテントリオンは23夜という古来月待ちの祭りに用いられた精神の力、これを利用する木です。新しい木という見立て、月にある力という見立て、暗黒の月へ月待ちの祭りなら、今の時点では暗黒の月が何を指すのかは分かりません。ですが、これで大筋は外れてない。私はそう思います。なるほどな。よく分かった。キムさんや、続けて調べてもらえるかい？分かっています。あと、玄之丞さん。孝太郎か？はい。連中にやっこさんを確保されると面倒なことになりそうだってことだろう。できれば知らせないのが無難だな。敵陣の真っただ中に飛び込まれてはどうしようもありませんからね。あいつのことだ。多少の罠なら突き破るだろうが、今の状態じゃ心もとない。フォローするにも限度があるしな。それじゃ、引き続き頼む。はい、玄之丞さんもお気をつけて。さすがに昼間から来ると違うな。はぐれないように手つないでろよ、月子。ごめんね、朝の日差しは良くないから。いいっていいって。開会式の長い挨拶なんか聞かなくても一緒だよ。でもこうしてるとデートみたいだね、か。え、おい、デートって。だって、私たちみたいな若い二人が手をつないでたら、デートに見えるんじゃない？こうったら照れちゃってる。いいのよ、旅行演習くらいに思ってたら。月子の予行演習、うん、そっか、いい加減彼氏くらいいてもいいよな。こうおかしい。こうのよ、こうの。彼女作らないとお姉さん心配なんだから。そんな笑うなよ、みんな見てるぜ。お、レイ、相変わらず目立つやつだな。誰？後輩のカナン・レイっていうんだ。今回のチケットくれたやつだよ。よっ、レイ、盛況じゃないか。はい、きっと先輩のおかげですよ。